いや前も言ったけど、うん、答えんまま最後まで見るという至福の時間を味わうこともできる。それはそう。それいいね。じゃああとは2人の時間だね、うん、2人きりで過ごそうか。はい、どうもなぎです。それではずつさん、かなださん、なぎちゃん先生、本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけでね、今回の動画は第2回原神イラストクイズということで、今回もなぎちゃん先生にイラストを描いていただき、それが何のキャラなのかを早押しで当てていくという企画をやっていきたいと思います。やったー、お願いします。神企画。神企画、はい、第2弾やっていきましょう。やめてくれ、上げすぎだよ。まあ、原神コンテンツクリエイターのね、なぎちゃん先生の生イラストを見れるまたとない機会なので。そうなのよ。今日はね、たくさん癒されてね、帰りたいと思います。一応クイズなんで、一応クイズなんで、気持ちわかるよ、俺もそうやから、ね、うん、でもクイズやから。それでは早速、なぎちゃん先生、第1問の方よろしくお願いします。はい、お願いします。最初はまあ簡単なやつでいこう。お、なるほど、うん、なるほど。これ早押しっすね。もちろん挙手制で早押しです。はい、はい、お願いします。もう線が綺麗だもん。確かに、いやもう輪郭からしてお候補が絞られてきましたよ。俺今3択ぐらいやってる。お、あ、本当？答えちゃった。さすがに早くない？もっと見たいよ。いや前も言ったけど、うん、答えんまま最後まで見るという至福の時間を味わうこともできる。それはそう。それいいね。まあ、やっぱ目でね、特徴結構なぎちゃん先生捉えるのうまいから。目はもう命やからな。もう候補出てきたよ。いや俺も出てるけど。決定打になる部分をまだ書きたくない。いや、そう、髪型来たらもうほぼ終了だから。そうね、なぎちゃん先生前回もそうだったんですけど、あえてね、この企画ではゆっくり書いて。ちょっと待って、俺言っていい？あ、どうぞ。まあ俺ちょっといきます。はい、はいはい、さゆちゃん。違います。うわ、恥ずかしい。恥ずかしい。今なぎちゃん悲しませたね。割と自信満々に来たね。いや、この問題答えたらあかんのかもしれない。傷つけちゃうんか、これ。ちょっと尊敬でしたね。いや、でもね、何択か、そう、いるうちの一人ではあったよ、確かに。なるほどね。うん、うわ、答えて。もうちょっとみたいな。はい、はい、はい。答えていいですか？どうぞ。クレちゃん。違います。あ、いやだよな、なんかちょっとこれ引っ掛けな気がするんだよなと思って。もうそっち系やろ、消去法でいくの。これカナルさんしか今決定権なくない？そう、俺らお手つきなんで。あ、本当？じゃああとは2人の時間だね、うん、2人きりで過ごそうか。あもう、あ、俺正解した時点で、あの、絶賛答えていいよ。はいはいはい、ポエモン正解。あ、なるほどね。いやいやいや、あ、そう、パイモンがあったんや。そう、チビキャラと思わせときつつ、ね。うん、この前髪、うん、超特徴やな。特徴的、前髪と横髪がやっぱ特徴的だから。目とこの口で、もうちょっと、まあ、クレーかなと思った、確かに。あ、なるほどね、まあ、ちょっと元気な感じで。うん、そうそうそう。あと5秒待つべきだった。すげえパイモンだ。そうなんよ。頭の飾り覚えてないんだよな。どんなんだったかな。こんな感じだね。すごい。さすがプロ。いやー、すごい。いやいやいや、ありがとうございます。やったぜ。最後まで書きたくなっちゃうな、これ。楽しい。うん、また後で手を加えよう。よし、それでは第2問の方よろしくお願いします。はい、お願いします。ではよろしくお願いします。よし、第2問。人である、まず人である。そうね。いや、どうなんやろ。いや、人やな。卵かもしれない。卵。いやいやいや、原神の卵だ。でも、あえて原神の卵かかるかもしれない。斜め上どころじゃないんやな。結構シュッとしてるね。うん、ちょっと輪郭はざっくりなんで、あんまり参考にしない方がいいかも。当たりをすっ飛ばしてるからさ。それでここまで描けるのはやばいよね。えぐいですね、うん。眉がちょっと特徴的だね。確かに、うん、女性やな。女性、いや、わからん。女性か。確かに。お、口を大きく開けるようなキャラ。ちょっと元気な、うん、元気なイメージが。いいぞ、いいぞ、いいぞ。なんだろう。いそうだけど、パッと出てこないな。そうだよな。髪型。くさ、これ、あ、あ、ちょっと待って。待てよ。ちょっと待って。この髪型何だったっけ。ちょっと待って、落ち着け。あ、ちょっと俺頭、おかしなってるわ今頭。この髪型はもう
ほぼほぼ特徴すごいあるよな。あ、ちょっと待って、もうこれ誰か行けるんじゃない？これ。あ、ちょっと待って。行きたいけど。あれ？はい。はい。はい。よいみやちゃん。違います。え、いやちょっと待って。ちょっと待ってよ。候補はあるんだけど。いいですか？絶賛言わなくて。いやいやいや、ちょっと待って。俺。こん…誰だ、絶対言われたらあーってなるんだけどな。あー、分かったかもしんない、でも今言えないんだ。あ、ちょっと待って、はい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 、どうぞ。アンバー正解。よっしゃ。いや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 、そうやな、そうやな、そうや、そうか、そうやな。いやでも、なんで俺迷ったんやろ。あ、これはアンバーだ、身についたら完全にアンバーだ。あー、そうか、そうか、テクスで書きすぎたかもしんない。ちょっと顔が大人っぽくしすぎたかな。フードのね、ボーイッシュな感じの服装してますよね。そうね、あとピョンって飛んだね、左右の髪の毛とか、うん、特徴的だよね。あの、八重美子とカズハに引っ張られすぎてこの前髪がね、出てもなかった。あ、そう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 。アンバーってキャラデザ本当に可愛いよね。可愛い、うん、アンバーちゃんはいいぞ。まあ、ほんまになんか原神の顔的な感じよな、うんうん、なんかそうだね、うん、最初に出会う仲間だからね。まあまあまあ、こんな感じで。はい、や、はい、いや、すげえ。数分で書くクオリティじゃねえ。やったね。アンバちゃんはいいぞ。ということで。はい、ありがとうございます。はい。では次、第3問の方、よろしくお願いします。はい。いやー、意外と分かったと思うんだけど、今の。分かりそうで分からない。やっぱリボンをね、書かないと。リボンあったら、はーいやったけど。はーい。いや、マジでめっちゃカズハと、あの、ヤイミコに引っ張られすぎて。でも、ヤイミコもカズハも絶対あんな口しないから。確かに、確かに。誰だろうってずっとなってた。あの、口でも惑わされたら、うん。表情はね、結構判断材料になるかもね。うん、さあ、結構クールな感じの目をしてますね。これは。眉が結構、女性らしい、女性かな、ちょっと幼さもあるような笑顔、笑ってる、うん、微笑んでる。いやマジで顔を描くの苦手なんだよね私。苦手っていうクオリティじゃないよ。そうなんだよね。逆になんか得意なところとかあるの？ない。ない。ないがないでしょ。あれでやさ、テスト前日に、うん、あの勉強できないって言ってるチップでしたよ。うん、いやほんまそうよ。裏切るやつ。お、ここはもう。判断材料。あ、これちょっと。あ、行きましょう。はいはい、はい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 。ココミ？あ、違います。え、嘘や。嘘。この前、え、ココミンじゃないの？ココミンはね、どっちだろう。よく見て、眉毛が特徴的なの。ココミンはね。確かに。うん。ココミンはもうちょっと確かに、ね、太い感じの眉毛なんだよね。ここでわかるんじゃない？あ、これ、あ。あ、俺分かった、はい、俺分かったわ、分からん、はい、はい、どうぞ。ノエルちゃん正解。そうですね、うん、そ, ううそれはそうだわ、確かに。あ、なるほどな、そうか、ね、この三つ編み見たらね、分かるでしょうと。確かに。いや、そうか、ノエルも髪、そう、髪型こんなんやったな。あ、かわいい、かわいい、どんどんノエルにやっていく。服装があんまり思い出せないんだけど、え、これ何も見ずに描いてる、見ずに書いてる。すごい。マジで。そう、見ずに書いてるから、なんか要所要所間違ってても許してほしい。すごいな、何も見ずに書いてるのやばくね。頭にそうやな、入ってんねんな、うん、こういう感じだった気がする、超ざっくりですが。いや、かわいいな。わかるわ、わかるわ、ちゃんと、すごいな。全身キャラみんな可愛いんだよな。いや、そうなんだよね、本当に、うん、みんな可愛いというところで、ノエルちゃんでした。いや、みんなクイズで一応競ってるの知ってる？そういえばそうだった。今みんな何点ずつ取ってる？え、一応今、全員1点かな？全員1点かな。おー、うん、いい感じ、いい感じ。そうそう。普通に楽しんじゃった。そうね。では、第4問の方、よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、これはさすが見ながら描こう。同じような角度ばっかりで申し訳ないですが、右向きの絵を描くのが、ね、苦手なんだ。やっぱ右向き左向きで得意は分かれるんだ、うん、結構あると思うね。やっぱ右向き苦手って人かなり多いから、絵描きの中でも。あ、うんうんうん、なんでそれは右だけなの？どういう原理か分かんないけど、なんか苦手なんだよね。反対向きっていうのは、手癖で描くのがやっぱそっち向きが多いから。めっちゃ特徴的な。たまにはこういうのも。ああ、そうね。いや、はい、俺、はい、はい、言っとくか、勝利。
違うんですね。いや、なぎさ、俺が最初にやったやん、それ。俺がこのパターンやったやん。いや、違う、俺、あっち行ったから。俺も当てに行ってんねん。俺も当てに行ってんねん、俺も当てに行ってんねん、これ。そろそろ答えておいた方がいいんじゃないですか。はい、はい。いや、俺じゃない絶賛だったね。あ、ちゃうわ。間違えた。はい、答えろ。はい、答えろ。ほら、ほら、ほら。あ、やばい。あ、ちょ、ごめん。絶対ちゃうけど、ディルック。違うんですね。あ、いや、ちょっとね、はい、じゃあ、カラルさんどうぞ。え、これ違ってたらマジでごめんなさいなんですけど、カズハ。違います。はい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 、答えます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 。 お、なんだなんだ。アヤト。違います。書かせろ。一回書かせろ。一回書かせろ。このまま書いてもらおう。書いてもらおう。いや、自信あったんだけど、あやとめっちゃ自信あったんだけど今。これ消去法でもう答えられてしまうのでは。ちょっと待って。はいはいはい。はい。あ、もういや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 、ガイガイガイや。正解。いや、俺な、俺最初ガイやって言おうとしたら目二つあるわと思って。うん。俺でやめたんや。いや、消えるんかい。そうそう。いや、消えるんかい。そうやね。俺、ガイア、この、羽があってさ、うん、横羽がこうあって。よく覚えてますね。でも、うん、そう、いや、好きやからな、結構。まあ、最初からね、もう眼帯描いちゃったら分かっちゃうから。眉描いたら、一気にガイアに近づいたな。6つ、ガイア、マジで6ついんだけど。髪が複雑、衣装も複雑だから。この衣装の、衣装のこの、ファーみたいなのが、うん、で、がすごいあるよな。ちょっと納得いかないけど。いや、わかる。全然わかる。もう、うん、すごいちゃんとガイアに見える？大丈夫？見える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 。うん。ちょっともうちょっとガイア書く練習しとこう。では最終問題、はい、最終問題2点でいきましょうか。お、出たー。逆転チャンス。出たー。途中経過関係ないやつ。よっしゃー。わー、どうしようかな。最後か。最後迷うね。これもうね、書き慣れてないから似てなかったら申し訳ない。私たちを信じて。信じます。いや、間違いまくってるやな俺。目は結構大きくはないね。やべ、答えてー。これ早すぎない？割と自信あるんだけど。マジマジで。この段階はちょっと、なぎさん言っとく。あ、また勝利とか言うんじゃないやろな。ちょっと待つわ。さすがに困ったら勝利やからな、なぎさんは。まあ、確かに勝利とも取れそうな目をしてるかもしれない。そうなんよ、そうなんよ。だから怖いんや。また言っちゃうちゃうなので。なぎさんの保護者みたいになってるから。自分の心配した方がいいですよ。自分が心配した方がいいです。俺はちゃんと見てんねんよな。いや、はい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 。行くわ行くわ。マジでマジで。はい。やめ行こう。違います。いや、だからさっきと同じパターンなんですんのこれ。いや、もうこの角度、この角度だとヤイミカに見えちゃうんだよ。なんでこの同じタイミングでやっちゃうの。もうちょっとお母さんと息子みたいになってる。ほんまに。いや、もう一人いるんだよな、もう脳内で。お、いるんだ。ナギさんも大丈夫それは。これ行こうかな。行け行け、お母さん行くんだ。スカラマッシュ正解。マジで。すごい、それはすごい。それはすごいわ。さすがだよ、カナルさん。これ初めね、将軍かと思ったんだけど、うんうんうん、あの違うなと思って、男の子っぽいと思ったら、うんうんうん、もうスカラマシしかいなかった。いや、嬉しい、これは。あ、でも確かに右の髪のこの四角い感じがもうスカラマシだね、完全に。いや、この目にも納得だわ、スカラマシは。帽子でか。見下すキャラといったらスカラマシか、ヤイミコみたいな、あの、ね、上からも見下ろすみたいな。確かに確かに。あ、待って、カナル優勝じゃない？本当だ、カナルさん3ポイントで優勝だ。素晴らしい。初めて優勝した。おめでとうございます。やったぜ。おめでとう。いや、早かった。これはね、でもなぎちゃん先生のイラストが素晴らしすぎ。やった。でもすごいわ。いや、うめえ、やっぱ特にショタのイラストめちゃくちゃうめえ、やっぱ。でもやっぱね、かっこいい男とかより可愛い女の子とかね、可愛い男の子の方が得意だから、私は。うん、絶猫と同じポーズしてるじゃん。あ、お前ちょっとやめて。ちょっと俺絶猫のやつなんやけど。キャラかぶり。逆え、そうなん。逆スカラマシュ、スカラマシュ。あ、マジで。お、じゃあ絶猫がスカラマシュの化身やって。あ、でもスカラマシュと同じポーズでさ、横でこの2人で並んでたら可愛いかもしれない。お、確かに。どう、うん、ちょっと右下の方に書いて。右下の方いいよ。さっかり共演させとるが。絶猫30秒ぐらいかけるから。やったぜ。ちょっと可愛いかもしれない。ペットみたいな。可愛いかもしれない。この並びめちゃくちゃ可愛いかもしれない。おお、急に緩くなった。同じ角度で。偉そうや。ちょっと偉そうや。ポーズ偉そうや。これも貫突するしかないね。いや、来たらでもしたいよな。おお、
これあれだよ、実装もしされたらこのコメントが切り抜かれるんだよ。確かに、あのコラボでこう言ってましたけど確かに、あの言葉嘘だったんですか。確かに、いやいいわこの構図は。はい、というわけで今回はなぎちゃん先生にイラストを描いていきながらイラスト早押しクイズをやっていきましたが、いかがだったでしょうか。最高でした。相変わらず最高でしたね。ありがとうございます、うん、素晴らしすぎた。いや本当にありがとうございます。いや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 、私も楽しかったです。もうこの企画はね、なぎちゃん先生いなくては成り立たない企画ですからいやそうよ、ほんまに。いやいやいや、次もあればまた画力を伸ばして挑みたいと思いますぜひぜひね、コメント欄の方でも皆さんの描いてほしいイラストとかね、描いていただければ第3回の方でもしかしたらなぎちゃん先生がそこから選んでくれるかもしれませんね、うん、お確かにはい、ということで今回遊びに来ていただいた絶賛かなさん、そしてなぎちゃん先生のチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします、お願いします。またツイッターの方でもなぎちゃん先生イラストの方を描かれているので、そちらもねフォローしておくと素敵なイラストが見れるかもしれません。よろしくお願いします、うん、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。